どうも、うわしです、今日はね、ラブデザインさん門田の方にあります、新寺のコープの横にあります。そちらはラブデザインさんの方で、今日はね、オリジナルの T シャツ、まあ、うちのパーカーちょっと作ってもらってるんですけど、オリジナルのなんかいろんなものが作れるみたいなんで、シールも作れます、ステッカーですか、今日はそのオリジナル T シャツの作り方とか、あとまあ料金がだいたいこんぐらいで作れますよとか、そういった説明をしてもらいながら、いざその作ってる そこを写していきます。では中に行ってみます。じゃん、ダブデザインさん、こんにちは。あ、どうも。どうも。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも。ありがとうございます。どうぞ。オリジナルの T シャツを。はい。魚志くん T シャツお願いします。ありがとうございます。ちなみにどこで、はい、どこで。あ、ここで作ります。あ、これですね。これは何の機械なんですか。これはもう熱圧着。はい。大好きで。はい。アイロンと一緒で。ええ。業務用みたいな。おお。でこれでビシャーってやっていくわけですね。なるほど。じゃあ、はい、機械を温めといたんで、はいはいはい、ね、何度くらいなんですかこれ。これ150度ない、150度、うん、じゃあここにホッキの開きを置いて焼ける、焼けますよね、めっちゃ美味しく焼ける、やってみます今日そっちにします、企画、やばい、酒持ってくるじゃあそれをちょっとやっていきましょう。はい、はい、じゃあこちらが、はい、こちらが何でしょう、これ、これが、はい、DTF プリントっていう、 DTF プリント、そう、はい、あの今まではシートにプリントしたものを熱で圧着するっていうパターンが多くて、それってよく聞くのが剥がれちゃったとか、一回洗濯したら剥がれちゃったとか、はいはいはい、今シートを貼ってるんで剥がれやすかったんですよね。おお、だからうちはその方法ってあんま取ってなくて、あくまでも型を作って、あ、前ほら魚さんでも作ってもらったみたいな、はい、型を何個も作って色をいっぱい入れてインクで、ああはいはい、あれだと結構長持ちする感じでやってたんですけど、はい、今回その DTF プリントっていうのが結構最近メジャーになってきて、はい、質が良くなってきて、アメリカとかでも、はい、これがやっぱ主流になりつつあって、何が違うかっていうと、シートに印刷してんじゃなくて、うん、インクをこの透明なシートに印刷して、この白いの糊なんですよ、はいはい、インクをこう T シャツとかにくっつけるみたいなイメージで、あーでさっきの機械でこうジューッとやるわけですね、と本当インクでプリントしたみたいな、へえ、でもフルカラーでしか、ああこれしかもこれいいっすね、いいっすね、ほんとええコピー用紙ぐらいのサイズで、はいはい、3000円で出してるんですね、こんな感じで出してるんですよ、これは A4 サイズ、 A4 サイズ、コピー用紙のサイズで、はい、あんでこれを自分で今度切るんだ、切ってアイロンでくっつけるのも OK、 あーなるほど、でこれ大体3000円くらい、カラーとかでは、まあ、全然関係ない、関係なく、カラーも関係なく、へえ、シート自体は3000円くらい出せるんで、まあ、ほんともっとちっちゃくていいよっていう人だったらもう何十万も取れちゃって、あーなるほどなるほど、いいっすね、実際うちでプリントするとまあ加工する手間がかかるんで、はいはいはい、1枚何百円ってなっちゃうので、はいはい、自分でやればめちゃくちゃ安くできるっていう、お頼むだけ頼んじゃってこういうふうに、うん、そういうのもいいですね、うん、好きな人はこう面白いですよね、自分でやって自分でこう出来上がっちゃうっていう、そうなんですよ、じゃあ今日はそのオリジナルの魚志くんパーカーを、うん、作りますか、よろしくお願いします、はい、はいはい、じゃあこちらで移動して、じゃあはい、すみません、はい、ちなみになんかそれのステッカーもあるんですよね、ステッカー、そうそうそう、あのせっかくなんで、はい、このデザインね、はいはい、はい、このデザインはあれですもんね、お客さんが、そうなんですよ、そうなんですよ、これすごいよね、すごいよね、ほんとね、携帯のアプリで作っていただいて、売れるっすよ、これすごい、でそれで、はい、今回シール、はいはい、シール、しかもこの QR コードおー、魚志くんの YouTube に飛びます、おありがとうございますいいっすね、ステッカーも皆さん
ね、オリジナルで作れますからね。そうですね、ステッカーも全然。はい。で、次、そのパーカー。無地のパーカーに。無地のパーカーに押しちゃいますか。はーい。はい、あの家庭でアイロンでできるぐらいなんで、はい。まずここにこう、着せちゃう。あ、着せちゃうんですね。今回フロントに。今回フロント、はい。こんな感じで。はい。こんな感じ。一回カラープレス。はい。あ、一回ね、そこで。まあ、平らに。平らに。して。はい、平らにします。まあ、一応、1、2目のこういうセンターだけあるのを、めっちゃ持った。はい。あるので。はい。これ幅を測って。で、大体この子の穴が真ん中で、はいはい、穴が真ん中で、うん、はい、なんか緊張するなと思って、ね、今無地のパーカーに今それをプシューッとやっただけでついちゃうんでしょ。そうです。ちょっとどうなんだろう。で、15秒間、はい、圧力は400キロぐらいの圧力かかります。で、150度いきます。はい、これで20秒プレス。これ時間経ったら勝手にもう、これ自動なんで上がってきました。はい、今現状これでね、はい、で、はいはいはい、これが重要なのが、はい、完全に冷ましてから離す。ああ、なるほど。もうなんかあの熱いまんまじゃなくて、そう、焦って早く離したいい気持ちを抑えつつ、はい、あ、もう そうやっていじったってもうくっついてはいいんですか。くっついてはいるんですけど、ええ、まあ、ベラなところで、はい、完全に冷ます。今触って大丈夫ですか。熱いちゃった。ああ、なるほど。じゃあちょっとこれ冷めるのを待ちましょう。はい、はい、だんだんさ、だんだん冷めて、うん、このぐらい冷めれば OK ですか。まあでも完全にほんと冷めてますね。うん、そうなんです。これがあの焦ってあったかいうちに向こうとすると、はい、まだその海苔が固まってなくて、はいはい、この絵柄がベロッと伸びちゃうんで。ああ、ちなみになんですけど、うん、これ家でやるときってさっきあの、うん、まあ A4 サイズでいくらでしたっけ、うん、3000円くらいですよね、はい、それ自分でやるときって家でアイロンじゃないですか、はいはい、それは直接この上からアイロンこうジューッとやっちゃっていいですか。一応このシートも、はい、耐熱シートはシートなんで、はいはいはい、大丈夫は大丈夫なんですけど、はい、できればやっぱクッキングペーパーがなんかブラックペッパー、うん、ブラックペッパー、うん、ブラックペッパー、うん、ブラックペッパーブラックペッパーちょっと振ってもらって。じゃあちゃんとね、こうクッキングペーパー、これですね。あ、そうそう。これはもう、あの、めんどくさいからこっち貼っちゃってるんですよ。はいはいはい、自体に。本来はこの上に置いて。じゃあ上に置いて、うん、そっからこうアイロンでやってっていう感じで。糊を溶かしてくっつける。糊を溶かしてくっつける。なるほど。で冷ます。はい。で今これが冷めて、冷めはい、で剥がしていきます。はい、ちょっとこあの肘が引っ張られるような気がして最初怖いんだけど、意外とこの DTF のシートとしっかりくっつくんで、こうゆっくりゆっくりとゆっくりとこう上に引っ張るんじゃなくて、こうやっぱこう剥がしていく感じね。本当に感じでこうやって、すげえ。で、はい、これをもう一回最後に仕上げのプレスを。仕上げのプレスよ、うん、をかけます。家でやるときもそうやって最後、ね、あのさっき見たくアイロンでもう一回、あんまり長い時間じゃないですか、上にそのクッキングペーパーを引いて、で、今度は7秒、はい、7秒。素材によって秒数とかっては違うんで、それはあのシートもしお客さん買ってくるときには俺内容説明するんですけど、ああ、何やりたいかによって、うん、じゃあそれだと何秒ぐらいとか。今回このパーカー、はい、綿とちょっとポリエステル混じってるものはこのぐらいの、はい、で7秒仕上げ、7秒最後仕上げ、はい、プレス、はい、
オラは稲賀のプレスリー百姓のせがれ。よし、これで完璧に出来上がり。ちょっと広げてもらっていいですかね。うおいいっすね。そう、これで完全オリジナルできちゃうんですよ。もう完成ですね。いや、すごい。うお、すげえ。本当だ、もう全然全然なんか貼った感がない。ない。今までのとは全然違うんですよね。すごい、うん、いやー、ちなみにあれなんですか、こうやっていつも一人で。一人なんですよ。一人なんですか。一人だ。大変じゃないですか。いやー、ワンオペなんですよ実は。興味でもある人がいればななんて思っているんですけど、はいはい、意外とその地道な今みたいな作業も見てては楽しいけど、ええ、これじゃあ1日100枚やってったらもろ工場作業になる。ああ、それに耐えられる精神力と。なるほど。そういうの、でもそういうのね、好きな方いたらね、うん、もうぜひぜひですね、あのダブデザインさんの方にお問い合わせしていただければ ね、うん、ね、はい、はい、思います。仲間を募集してます。いや、本当、いやー、でもすごい助かりますね、本当に。すごい、これはすごい、いいね、かっこいいですね、うん、じゃあちょっと来てみます。はい、お、最高最高。どうしたこれ、うわ、もう最高じゃんこれ。ね、めっちゃいいよね。全然違和感ない、売れるぐらいのクオリティだと思うんだよ、ね、本当に。ね、これいいっすね、うん、これやっぱデューンも作んなんね。ほらデューンマークでバーンっつって、ほら最高ですね。ね、いや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 、俺は印刷されてないからね。勘弁してください。はい、オリジナルシャツが、パーカーが見事にできました。できました、バッチリ。かっこいいな、これマジでいいな、めっちゃ気に入った。こんな感じで、あのオリジナルのあのパーカーが作れますんで、はい、いいでしょ、最高。これもそうなの。これも同じプリントで。ああ、同じプリントでしてます。こうやってもう、あのオリジナルで大丈夫ですか。オリジナルで作れますんで。はい、で、あのさっき言ったように、そのシートが A4 サイズで、まあ大体3000、まあ3000ちょっとかな、はい、消費税入ったりとか。はい、で、3000くらいで作れます。で、それをあの自分のお家に持ってって自分でカットして、さっき言ったような説明でこうアイロンでやってもらってね、うん、っていう風にやるとこういうのできちゃいますんで、あとはまあ直接あのダブデザインさんの方に頼んで、はい、それこそこういうシャツとかも、あ、そうですね、で頼めますからね。無地のウェアもあの実は安いんで、実は安いんで。そうです。はい、なんで直接書いても丸投げして、まあその代わり今現状ワンオペなんで、やっぱ多少お時間はあの急に今日作れって言ったってちょっとさすがにね難しいですけどね、今日の話でまあ3日っつってもちょっともうちょっとは欲しいぐらいですよね、今やっぱワンオペなんで、その辺だけちゃんと余裕持って注文していただければ、あの丸投げで全部こういう風にやっていただけるんで、あとステッカーが作りたい人なんかはこうやってね、シール、あのちなみに魚志ステッカーもありますから。はい、これ今回あの魚志くんステッカーです、これは。はい、作っていただきました。こういうのもあの本当個人個人でね、自分の作りたいようなやつ作れますからね、うん、言っていただいてもらえれば、ぜひ皆さん、あとこういうお仕事したい、興味あるで、ね、大好きな方、ぜひあのダブデザインさん今パートナー募集中です。はい、ぜひその時はお問い合わせよろしくお願いします。じゃあそんな感じで、はい、最後、はい、行きますか。ありますか。行きますか。元気よく、はい、元気よく、お手を拝借、はい、お手を拝借です。はい、じゃあ、はい、最後に元気よく、はい、せーの、ジュン、バイバーイ。Yeah.